ね、イカ釣り、あの塩漬け、塩漬けをね、お水へさらすが、あのおばあちゃん一晩からしたけど、それで噛んでみて塩分がなくなったらね、ね、噛んなかったこう斜めに切っちゅうの、長いがをこう斜めに切る、これくらいの大きさに切るが切って、一回ね、お湯を沸騰させてね、これちょっとお湯でね、パッと湯がいたらええ。それから、湯がいたものがこれやる。うん。いい香りが、いいか。で、これ、油で炒めるのにね、オリーブオイルやって。味噌が、汁がある、ね、あの汁が汁がある、ね、これをお湯で一回沸騰してちゃんと冷蔵庫入れて、ちょっと水があるね、水分がある、いやこれ振り上げるかな、振り上げちゃったからね、水分がある、切るで。もったいないです、お揚げを入れてもおいしいで、おばあちゃん色々だけに切るけど、お揚げを、ちょっとこの味をてくれんと投げるから、鳥を入れてみよった、ハンバーグを煮込みハンバーグ、そして蒸し焼き、こうやって炒めたらね、炒めたら、ガラミを入れるといい、ガラミをこのお酒に使う、
それから、いろいろだね。たぶ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 ね。それからしばらくこれ沸かそう。もうそれで、これでお醤油入れたらいい。こんなとこ通販とってよ。うちさんとってね、恥になる。ほんで、一回こう沸かして、染み込んだら。出しつつ使うお醤油で、一沸きしたらお醤油入れる。これらもおばあちゃん缶焼きね。からっと。僕は。以上。これで炊いて。お汁もなくなる。炊いたら、もうそれすぐ。もうよろしい。それです。切っても、もういいから。これでね、お汁もなく。あんまり炊いたらいかん。もういいわね、これで。もうまあ、ええのね。あ、待って、これやね。どう、ちょっと食べてごらんやほら。うん。かりかり言うけど、食べて。この程度に炊いたらいいが。はい。食べて。かりかり言うけど、歯応えがあるの。ほら。これでいいの。お口出しちゃいけ。どうしよう。誰からかかっちゅう。よし。それで出来上がりよ。うん。